はい、皆さんこんにちは。コミティビヤキでございます。本日はオーデマピゲロイヤルオークダブルバランスホイールワークから新作が発表されましたのでご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。先日オーデマピゲから美しいオープンワークが特徴的なロイヤルオークダブルバランスホイールオープンワークの新作モデルが発表されました。ステンレススチールと18金イエローゴールドブラックセラミックの3つの素材で構成されたこちらのモデルはオープンワークダイヤルが何よりの特徴として印象的なデザインに仕上げられています。今回はオーデマピゲのクラフトマンシップを体現した新作モデルの魅力を詳しくご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。まずは概要からです。こちらの基本情報をご覧ください。型番はそれぞれ素材ごとに異なっております。ケース径は 41mm、 ケース厚 9.9mm、ムーブメントはキャリバー3132、パワーリザーブは約45時間、防水性能は 50m。 価格に関しては要問い合わせだそうです。限定本数に関してはブラックセラミックのみ150本となっております。それでは特徴を3つご紹介したいと思います。1つ目はオープンワークダイヤル。1930年代に登場したオープンワークは時計の構造はもちろんのこと、素材に関する深い知識、高い仕上げの技術が必要とされています。そんな技術者の力量が必要とされるオープンワークをロイヤルオークに初めて採用したのは1996年に発表されたリファレンス25829。そこから多数のオープンワークモデルを発表しており、直近10年間ではロイヤルオークコレクションだけでも50種類ほど発表しています。本作ではそんな歴史あるオープンワークの美しさが否応なく存分に堪能できるデザインに仕上げられています。2つ目の特徴はコントラストで際立つ美しさ。ステンレススチール素材のモデルとブラックセラミック素材のモデルではベゼルを留めるネジやインナーベゼル、オープンワークムーブメントにピンクゴールドカラーを採用しており、ケース、ブレスレットとのコントラストが目を引くデザインとなっています。18金イエローゴールドモデルではチャコールグレーのカラーを組み合わせるなど、ケース、ブレスレットとダイヤルとのコントラストを意識したデザインに仕上げられています。またアワーマーカーと針においてもステンレススチールモデルでは18金ホワイトゴールド、ブラックセラミックモデルでは黒のロジウムカラーを採用するなど、ダイヤル内においてもコントラストが強調された作りとなっています。ブランド名と秒表示はオープンワークの美しさを邪魔しないようインナーベゼルにプリントで印字されるなど、細かい点も最大限考慮されています。3つのモデルごとに最適なカラーや素材を組み合わせることで全体の魅力を引き立っているのはオーデマピゲならではのセンスと言えますね。3つ目の特徴としては最先端技術と伝統技術が融合したムーブメント。本作に搭載された自社製ムーブメントキャリバー3132には2つのテンプとヒゲゼンマイが同軸上にセットされることで優れた精度と安定性を実現したダブルバランスホイール機構を採用しています。こちらは2010年にオーデマピゲが開発した世界初の機構であり、特許を取得したものの製品化するのにさらに5年の歳月を要したほど高い技術力を必要とします。ムーブメントの部品は最新の製造テクノロジーのマシンを使って切り出し、最後は職人の手作業によって研磨されるなど、最先端の技術と伝統的なクラフトマンシップを組み合わせることで唯一無二のムーブメントを作り上げているのです。こちらのムーブメントは表からはもちろんのこと、裏側もスケルトン仕様となっていますので、つけても置いてもこの精緻な動きを鑑賞いただけるのは時計ファンにとってはたまらないポイントですね。まとめとなります。伝統と革新を常に体現するオーデマピゲは新作モデルを発表するたびにその技術力の高さとデザイン性、そして先鋭的なスタイルで私たちを驚かせてきました。今作もこれまでにもあったオープンワークダイヤルの新たなスタイルを提示するようなモデルとなっていますので、ぜひ実機でも見てみたいものです。今回もこの動画を見てくださったことで一人でも多くの方が高級腕時計に興味を持ってくだされば幸いです。